日東交通、カ佐港出張所。日東交通、カ佐港出張所は、千葉県富津市港に位置する、日東交通普通運輸営業所参加の出張所である。1994年の分社後は、アモウ日東バスとなっていたが、2017年10月1日に、アモウ日東バスが、日東交通に休止合併されたことにより、普通運輸営業所の参加にある出張所となった。 車庫は、か佐港駅前にあり、同駅と佐ぬ町駅を発着するバス路線を管轄する。路線は、六谷山線の一部区間が、君津市に入る以外は、すべて、富津市内で完結している。ここでは、分社前のアモーニットーバスの会社概要についても、記述する。かつては、日東交通富津観光営業所も併設しており、観光者、 貸切車が所属していた頃もあった。当主庁所の管轄する一般路線バス全線では、交通系 IC カードが導入されていない。季節運行、主に土曜、休日と春休み、お盆休み期間中路線である。なお、東京ワンフェリーが欠航した場合は運休となる。東京ワンフェリー、栗浜港発行のマザー牧場直行割引セット券、片道、 往復購入者が優先で乗車可能だが、未購入者についても、当日空席があれば、乗車可能となっている。この路線は、もともと、立山駅東京湾フェリーマイナスマザー牧場間で、運行していた。しかし、利用客の減少などにより、1990年代に、現在の運行区間に短縮され、今日に至っている。上佐港駅と、 国道127号線を介して、富津市南西部、竹岡、金谷地区を結ぶ路線である。国道を走行するため、ゴールデンウィークやお盆休みなどで渋滞が発生した場合、定時運行ができない場合がある。日東交通における運行再開時は、京浜急行電鉄、東京汽船、現、東京湾フェリーと共に三者連絡ルート、京急品川、 カズサ・ミナトを形成していた。2015年現在は運行される便のほとんどが、高島別荘入り口行きで、東京湾フェリー行き、コミュニティバス扱いは1日3往復のみとなっている。佐抜町駅と六夜山を結ぶ路線である。また、沿線には観光施設、マザー牧場もあることから春休みなどの多客時は、臨時便が運行されることもある。また、 佐ヌキ町駅業は、シーズン中の道路規制により迂回運行を、カズ港経由する場合がある。かつて運行していた、一般路線バスの廃止代替バス、21条バスに橋を発する。同社で車両を用意するという運行形態を採用している。上佐港駅とフ津市南東部、関豊高地区を結ぶ路線である。前世紀、1960年代は、 上佐港鴨川間を結ぶ国鉄連絡バスの役割を担っていた。その名残から現在でも、関駅、関豊駅と駅と付く停留所があるのも特徴である。上佐港駅、佐ヌ町駅と富津公園を結ぶ路線である。前世紀は全便が上佐港駅発着だったが、現在は上佐港駅、佐ヌ町駅はバスの出入口を兼ねた運行。 富津公園業は朝、か佐港駅業は夕方のみに止まっている。また、かきは富津ジャンボプールまで延長運転される。また、港富津線、か佐港駅、佐抜町駅富津公園と笹毛線、佐抜町駅笹毛は、もともと別々の路線だったが、1997年から1998年にかけて段階的に改変を行い、 最終的に、港ふっつ、笹毛線として、完全統合された。日東交通、千葉中央バスとの共同運行路線だった。アモウ日東バス、当時にとって、初の高速路線だったが、当初から利用客の低迷が続き、運行開始からわずか9ヶ月で廃止となった。ちなみに、途中の機密バスターミナルでは乗車、校舎を共通で取り扱い、そこから、 東京駅、羽田空港各方面の高速バスに乗り換え、可能であった。鴨川日東バスとの共同運行路線だった。小塚では、長京線、当時、湯沢では、巨南長英循環バスにそれぞれ連絡、運賃は200円均一だった、当時。この路線の廃止後も現在の長京金谷線における、同区間のみの利用に限っては210円の、均一運賃が引き継がれている。 大抜駅東口から、富津市役所、青堀駅を経て、秘密駅南口を結ぶ路線である。当初、市役所閉庁日、土曜、休日及び年末年始は全便運休となっていたが、2012年、平成24年10月1日より、秘密駅南口への延長の際に、早朝の一往復を除き毎日運行へと変更された。 国内3メーカーを揃えている。分社当初に日東交通から移籍した車両は前後、扉車、あとは引き戸を閉めていた一部例外ありが2016年平成28年に前後、扉車は全廃された。現在在籍している中型車は全中飛車のみである。かつては大型車用日産ディーゼル U、UA なども在籍していた。 2016年に入り、木更津運輸営業所や富津運輸営業所から、RN、エアロミディ ME、元、機密市、コミュニティバス用を外籍しており、ワンステップやノンステップの低唱車両が導入された。エアロミディ ME は、機密市時代そのままの塗装、水色、黄緑で使用されている。車載機器については、整理券発行機、運賃箱は、小田原機器製、運賃表示機は、 レシップ性、車内放送装置、LED 式方向膜は、クラディオン製のものをそれぞれ採用している。当時、同社の利用客数が最盛期である1969年、昭和44年と比べて、全線で約4割まで減少し、路線縮小や廃止につながることから、地域に密着した運営で合理化、省力化を図ることを的に、1994年、 平成6年4月25日に、立山日東バス、鴨川日東バスと共に、アモウ日東バスが設立され、同年10月1日より営業を開始した。しかし、その後は、近年になって、少子高齢化や、沿線の過疎化など、社会的環境に変化が生じ、子会社として独立した運営を続けることは厳しくなり、2017年、平成29年10月に、 日東交通本体へ吸収、併合され、公共交通の再構築が図られることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。